キューピー。キューピー。キューピーとは、1909年に、米国のイラストレーター、ローズ・オニール、1874年6月25日から1944年4月6日、がキューピットをモチーフとしたイラストで発表した、キャラクターであこのコーデはキャラクター及びキャラクターを元にした人形について記す。1903年の暮れ。 オニールはキューピットをモチーフとしたイラストキューピーをアメリカの雑誌コスモポリタンに発表した。その後、1904年1905年1908年に同様のイラストを雑誌に発表しており、1909年までに作者自身が非公式に編集者などの打ち合わせの際などにキューピーと呼んでいたキャラクターやイスとはあることがわかっている。オニール本人は 1909年6月に書かれた編集者宛ての手紙の中で私は数年前から彼らをキューピーと呼んでいます。と言っている。1909年の12月、夫人向け雑誌のレディースホームジャーナル詩に書かれた物語ザ・キューピス・クリスマス・フラリックにイラストとしてキューピーが掲載された。キューピーという名称が公に記載されたのは これが最初だと言われている。このキャラクターの誕生の背景については憶測の息を出ないながらも小さい頃から演技や絵の才能を注目されてきたオニールが彼女自身の二度目の離婚直後の時期であり子供がいなかったことから幼児の姿を持ったキャラクターに投影したものであるという分析がある。またキューピッドのスペルであるキューペットとの違いを明確にするために スペルをキューピーとしたとも伝えられている。オニールはこのキャラクターへの反響に応えて雑誌の付録として紙を切り抜く形での立体人形を手掛けるようになる。これはキューピーの表と裏から見た場合のイラストを切り抜いて貼り合わせ同様に着せ替えもできるというものであった。それにつれて立体的な人形の形でという要望が多くなり、オニールは自分の手で 小さな彫像を掘ってみたところ、それを見た複数のメーカーが商品化のオファーを持ってくるようになった。初登場から4年ほどが経過した1912年、ドイツのメーカーによるからビスクドール製のキューピーが試作された。この背景には、オニールの妹であるカリスタがイタリアで美術を学んでいたことから助手を務め、二人で実際にドイツの工場に行き助言や要望をしたこと、及び、 この時期ドイツ製の廉価なビスクドールが最盛期になりつつあったことなどがある。1913年3月4日、登録台43,685以上特許として、アメリカ合衆国連邦特許賞表彰に登録されたことで、今日親しまれているキューピー人形が誕生した。その特徴として、などがスタンディングキューピーという立ったポーズのキューピーには見て取れ、 以降のキューピーのイメージがすでにほとんど完成されていた。キューピー人形のポーズについては、他にシンキングポーズと呼ばれる、膝を立てて揃えた形で座り、その膝の上に肘を乗せ、つらつえをついているポーズがあり、考え込むような仕草に見えるものがある。ドイツの複数の工場で量産されたビスクドール製のキューピー人形はアメリカで人気を博し、オニール自身の要請により、日本でも 同年、1913年イコール大正2年、作られることになった。当初はアメリカへの輸出向けとして作られていたが、後に日本のオリジナルとも言うべき特徴を持ったキューピーも作られている。後日の楽曲、おもちゃのマーチが1923年に発表されていることからも、キューピー人形の誕生と普及については、ほぼ世界的に同時進行であった。 アメリカではのものが生産されるようになった。この技術はアメリカの特許でパルプ系の材料を年料にしたものを造形して樹脂などで固めるものであり磁気性のものよりも技術的な造作の自由が効くという利点があった。1925年以降になると材質はセルロイド製が主流になった。第一次世界大戦で疲弊したドイツに代わり日本が セルロイド製品を多く手掛けるようになり、当時日本統治下の台湾には、小脳の原料になるクスノキが豊富だった背景がある、着色が容易なことから、カラフルなキューピーが登場した。燃えやすいなどの欠点が指摘され始めて、以降はソフトビニール製のキューピーが流となった。1954年にアメリカはセルロイド製の玩具を輸入禁止としている。アンネ・フランクは、 アンネの日記の中で、隠れ家での、初めてのクリスマス、1942年12月5日のこと、聖ニコラスの日のイブに、キューピー人形をもらったと書いている。いわゆるキューピーグッズは、人形、イラストを含め、多種多様な製品が作られている。日本では2007年より、キュージョン、キューピーと、融合という意味を持つ単語。 フュージョン繋げた造ゴというキャラクター展開がなされており、他のキャラクターのコスプレをしたキューピーを多数作っている。フュージョンの融合対象は、ウルトラマン、天才、バカボン、セサミストリート、忍者ハットリくん、鉄腕アトム、ゲゲゲのキタロウ、妖怪人間ウェム、秘密戦隊、ゴレンジャー、カニンジャ隊、ガッチャマン、ヤッターマン、カメナイダー、新世紀、エヴァンゲリオン、 サンダーバードなど多岐にわたっている。また、ハローキティなどのキャラクターと同様に、ご当地限定グッズの展開も行っている。著作権と商標権は別であり、QP 自体の著作権は執行しているというのが、日本大学の板倉博氏名誉教授の見解である。また、1921年発表の同様、青い目の人形、作詞、野口宇宙、作曲、本織長代も、 キューピーがモデルという説がある。20世紀の天使たち、キューピーのデザインイナックスブックレット1995年、ISBN978 から4から872757255を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。